これ当たり前の一般常識かもしれないけど、この間に立てっていうの実質は使うんですよ。使うんだけど、こういう風に立ってたら起こしたい現象って起きないんですよ。だからここは開けとかないといけないです。ここが落ちないとこれができない。 OK、 ここに残ってここうろうろしてるとずっとはまっちゃう。だから落ちてあげるの。これこういうパスってどうですかね、ゆってぃさん。対応しやすいかしにくいか。対応しやすいの。はい、振り上げた。これは行きたくないですよね。日本全国の誰もがロンドンを操る日本サッカー界を地域レベルから作っていきたい。生きてるうちに日本のサッカーがワールドカップで優勝する姿が見たい。私たちロンズの活動はゴルフ用品の大型専門店鶴屋ゴルフ、福島県石川町猫鳴温泉、式部の館五つ屋、大阪府吹田市桃山台鈴木歯科クリニック、その他スポンサー様に支えられています。ありがとうございます。ありがとうございます。でユッティさんがボール持っているとします。ディフェンスこっち、あれも味方、あれも味方で、これもこれは敵、これ敵、あれ敵で、今ブエナ君ちょっとあの休憩でもうちょっと下がってください。今そっちのチームはこれが俺が言う敵のアジトってやつなのね。ここに入ってる人が多いの。これ間違いじゃないんだよ。使えるようになってきたらここでこの4人を圧縮しておいて、で味方フリーにさせるって手もあるし、レベルが上がったらここ、うん、わざとこの早いリターンで圧縮するっていう手も、これで圧縮するんで目がこっち向いてくるんで、だから広いところ使えるっていうのもあります。だけど基本はここに出てきてほしいの。今これ一般的じゃん。これ当たり前の一般常識かもしれないけど、この間に立てっていうの、これでうまくいくんだったらこれはいいんですよ。だけど現実として実際使えないから、ここ実質は使うんですよ。使うんだけど、こういう風に立ってたら起こしたい現象って起きないんですよ。これやっぱ世の中にとね、ここも分かった方がいいと思う。だからここは開けとかないといけないです。開けるから今顧問契約してるチームとかもどんどんすごい状態になってきてんだけど、ここを基本開けてるからこのスペースを使えるようになってるんですよ。でこれを分かんないといけないの。で例えばこういうところに立ってしまってる場合はこの2人の前出ていきましょう。そしたらついて振り上げるができるわけじゃないですかね。でブエナ君、じゃあちょっとそっちに立ってください。でブエナ君はこのゲートの、そうゲートの入り口に立ってください。縦のゲートの入り口に立っとく。じゃあ今ビブスなしのチームこの状態が多い。だからここを落ちてくるのね。でこのゲートの前に落ちてきて、はいついて振り上げたら、はい月に行く。で次のゲートついたらまた振り上げてみて、そう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 、それを振り上げてみて、そうすると今度この2人食いついてとか、そっちも相手とか次が入ってきてっていうのが、だからついて振り上げたらつく、ついたらまた振り上げるっていうイメージ持ってください。だからここで止まるんじゃなくて、ここのスペースは敵のアジトなんです。敵って言ったらいろいろね言う人もいるかもしれないけど、分かりやすくするとアジトなんです。で敵のアジトに基地を作る選手はいい選手みたいなコメントをもらったりするんだけど、いやイメージして敵のアジトの中基地作ってみてくださいよ。実際ね、こういう例えどうなのか分かんないけど、戦争で敵のアジトの中に戦争でよ基地作ってみてくださいよ、どうよってことです。ここをやっぱ敵のアジトに侵入しないと、確かに敵の基地って攻略できないんですよ、侵入しないと。だけど最初から立ってたらボコボコにやられる。こんなとこ基地作ったらボコボコにやられる。だから実際もう証明し始めてるんですけど、現実ではね、だから YouTube でも徐々に証明していきたいんだけど、開けるのここね、はいね、はい、ついたら振り上げる、振り上げたらつく、そしたらついたら振り上げる、あごめん、この動きやってもらっていいですか。あこれ一つのパターンよ、分かりやすくするためにね。はい、この敵のアジト開けました、はいついたら振り上げる、振り上げたらつくね、そしたらつく、はい振り上げるでね、
これ全部餅つきやってんすよ。振り上げたらつく、振り上げたらつく。でこれがドリブルが混ざってもいいです。つくところにドリブル、振り上げるところにドリブルが混ざってもいいです。ただドリブルからやりすぎるといらんことになっちゃって、特にフィジカル強い相手にはやっぱ強いんですよ。一般的とか自分言ってるけど、だけどなんで一般的なのかって、それを徹底してやれば強いんですよ。だからいらんことしたら食われちゃうんですよ、ディフェンスに。じゃあ食われないためにはポン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 早く動かして考える時間与えない、これがベースにないとダメで、その中でドリを入れていく。だから今みんなが持ってるドリブルは鞘の中を収める1回で、考える時間を与えないようにしてドリブルも織り交ぜるっていうことです。あ、グッドグッド。お前ちょっとごめん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 。この状態でずっとここのアジトにいるのね。これ一回落ちちゃうの、うん、うろうろするんじゃなくて、レイカも覚えて、これ落ちちゃうので、そしたらちょんちょんで振り上げ、ついたら振り上げたらもう突きに行かないといけないよ。ドリブルでもパスでも突き、あっちもあるし突きに行かないといけないよ。うん、ここが落ちないとこれができない。 OK、ここに残ってここうろうろしてるとずっとハマっちゃう。だから落ちてあげるのこれね。さっき言ったそのまま落ちるとこから行こう。はいはい、行こう。はい、そう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 。でそれを繰り返す、振り上げたらつく、振り上げたらつくを繰り返す。遅いと相手にはまるからね。そう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 。振り上げたらつく、遅いと相手はまるから、振り上げたらつく、振り上げたらつく、考える時間与えない。そう、考える時間、おー止めちゃダメ。うわー、振り上げ、ついたら振り上げないとレイカ。遅いとこれついたら振り上げる、振り上げたらつく、ここの速さは大事ね。ついたら振り上げる、そう、振り上げたらつく、ついたら振り上げる、止め、なるべく止めないように。ブエナ君、今のちょっと振り上げるとコースできてくるんで、そう、ついたら振り上げる、振り上げたらつく、ついたら振り上げる、そう、振り上げたらつく、そう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 、グッドグッドで、考える時間与えない、振り上げたらつく、ついたら振り上げる、グッド、振り上げて、うん、おま振り上げていいんだよ、うん、そう、早くしよう、早くしよう。ほら、考える時間与えない、はい、考える時間与えない、そうそう、はい、もうちょっと早く、振り上げとつく、振り上げとつくを、もうちょっと早く、もうちょっと早く、そう、あ、最高に来たやん。そう、ついたら振り上げる、振り上げたらつく、これタカシとレイカのその止めるタッチなくそう、振り上げたらつく、ついたら振り上げる、そう、振り上げたらつく、ついたら振り上げる、うん、ハマっちゃうよねこうやって、そうそう、はい、ついたら振り上げる、そう、ついたら振り上げる、はい、もうちょっと早く振り上げまでね、リズムよく、ついて振り上げる、振り上げたらつく、そうそう、つくつくつく、そう、振り上げて振り上げて、はいはい、グッド、はい、休憩しよう、はい、どう、変化ちょっと分かってきたね。今両方のチーム、後でまたね動画チェックしてもらったらいいけど、要は餅つきっていうイメージの共有ができたんで、
明らかにもう外から見てても変化してるんです。で守る方としてはお互いやっぱ守りづらいんですよ、ね、だってついたら振り上げられて振り上げたらすぐ突きに来るっていうことやられてるからあんまり守備を考える時間がないですよ、ね、ただし自分から見て遅いでこれは何て言うかな体のスピードじゃなくてボールがついたり振り上げて振り上げたりついたりこのタイミングが遅いのリズム感がちょっと良くないのだからこのリズム感はチームで大事にしてみてください。これがベース。全部が全部これじゃないけどこれをやらないとパワープレッシャーの速いチームそれから守備が上手いチームハマっちゃうんですよ。やらないとだからこれをベースに持ちつき持ちつきこれリズムよくリズムよくいいですか。これが一つでもう一つ起こってるのが翔くんそこいいですか。ちょっと離れてください。じゃあ他の3人こっち側いといてでゆってぃさんそこいといてこういうパスってどうですかね。ゆってぃさん対応しやすいかしにくいか。対応しやすいの。翔くん縦軸作ってください。はい振り上げた。これは行きたくないですよね。これだからオマの壁のとこがあのこれ対応しやすいんですよ。これ対応しやすいんですよ。下手したらユッティさんそっち側立ってください。あの辺り立ってたら下手したらここで取られちゃうんですよこれ。うん横向いてお互い横向いてたら気づかず取られちゃうんですよ。だから縦軸作ってください。で流してください。でそしたらついつく。はいそういうことです。そういうことです。対応しづらいんですよ。でだんだん縦軸横じゃなくて縦軸作ることの大切さっていうのが分かってくるんで縦軸作ればスピードなくてもリズムよくついたり振り上げたりついたり振り上げたりっていうのができますよってことです。いいですか。ちなみにゆってぃさんこれ食いついてください。翔くんリターン。はいつく。まあこういうのができるようになればこあの今度は横釣り出しなんですこれ。だから決してあの壁の動画間違いじゃない。この狙いあって食リターンって狙いがあってこれだったら OK です。だから間違えてないの。ただ感覚を一個一個つけていきましょう。ベースとしては縦軸からいいですか。はいじゃあ一点勝負のゲームやりましょう。お願いします。やったー。俺走りやすいやりますわあ惜しい。グッド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 。うん、振り上げた振り上げた。そう、そういうこと。そう、最終ラインの手前もグッド。やっぱ頭入るね。グッドグッド。わあ素晴らしい。素晴らしい。そうそうそう。あ、グッド。あ、ごめんごめん。そういうこと。いやもう一回正しい。しゃんで。いいよ。はい。あ。そういうことそういうこと。グッドグッド。グッド。そういうこと。取ってやめます。ただし。体力が。もうナイス。グッドグッド。はいグッドグッド。あ、痛い。そういうこと。グッドグッド。はい。うわ、やばい。惜しい。
はい、ナイスターン、ナイスターン。キリーって。やめてよ。縦軸忘れないでね。縦軸忘れないでみんな。あ立てたのに。やった。はい、おー出た。ではハマってるよ。ゴー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 。ナイスボール。ナイスボール。ナイスナイス。はい、じゃあお疲れ様でした。今日は餅つきっていうことを体験してもらいました。まあクリニックとかね、あのまあお試しクリニックとかでよくやってるんだけど、シニアの人とかでもすごい変わんないこの意識で。ただクリニックよりもうちょっと濃いところを今日はやったっていうだけで、うん、クリニックはもっと簡単に、うん、であのとりあえずポゼッションが上がる、落ち着くことができる、うん、っていうところをやったりしています。これは小学生とかでもあの明らかに変わっていくんで、で今みんなが経験したのはこれで、もう一つね、あの今この段階で経験してもらってよかったなって思えたのが最終ライン、うん、最終ラインのところで詰まっちゃってる状況が割とできてるんで、これをこの現象をなくしていくと最終ラインをあっという間に突破することが楽になってきますよっていうところだから、最終ラインの手前でついついあのなんていうかな、あの攻め急ぐ、仕掛け急ぐっていうところをなくしていくと、逆に一手間が入ると簡単に崩せるんですよ、うん、でそこがロンドンの面白いところですということで、あの今日すごくいい感じで餅つきが入ったんで、あの引き続きやっていきましょうということで終わりたいと思います。じゃあこれ忘れたよね今日ね、まあやってないから今いいねもう、うん、じゃあお疲れ様でした。 お疲れ様でした。使ってね今のじゃあ高橋最後これで締めましょう。はいはい、お疲れ様。合ってない。なんかお客様おかしいな。これをこのね。